はい、お待たせしました。さあ始まりました。本日も仮想通貨ルナのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけれども5月の14日17時20分 YouTube 録画しております。はい、現在のルナですけども 0.03244 ということで、わけがわからない数字になっているような気もするんですけども、しっかりチャート分析で、ね、していきたいと思います。それからランキング、208位まで下がってしまいました。以前は10位ぐらいにおりましたので、かなりね急降下だったと思います。それから、こちらの上昇率ですね、上げ幅なんと663倍ですか、663倍になってますね。とんでもない金額になってますけども、これですね、本当にちょっと上場廃止にもなんかどうやらね、バイナンスちょっと詳しくは調べてほしいんですけども、なんか上場廃止になってしまうということもありまして、ちょっとマネーゲームみたいになってしまってますね。まあ、結構高値で買ってしまったっていう方もね、まあ、周りにも結構いるんですけども、まあ、ちょっと今どうするべきなのかなというふうにね、ちょっと思っている方も多いと思いますが、まあ明らかにね、この復活するんであればめちゃくちゃチャンスですね。ただわからないというところもあるので、まあ、私はとりあえずそんなに焦らなくてもいいかなというふうには考えてますね。別にまあ1円ぐらいになってほしいんであれば買ったっていいしというところもありますし、まあ逆に言うと短期でね持っておいて、まあ、例えば 0.1 ぐらいになったら利確するとかね、そういうのも悪くないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ここは皆さんのさじ加減ですね。私はあんまりおすすめはしないです。どうなるかわからないんですからね。はい、ではまず日足です。はい、0.9 ぐらいまで上がったんですかね、一時期ね、すごいですね。で今また下がってきてるんですかね、ちょっともう訳がわからないですね本当にね。はい、私もちょっと見てたんですけども、今日実はですね、午前中確かチャート分析してるんですよ。ただちょっとうまくねまとめられなかったの、今また取り直ししてるんですけど、その時はおそらくね逆に 99% ぐらい下がってましたね。真逆の動きになってます。1週間のチャートです。こちらですね、今見ていくともうね、ほとんど0円ということでね、1万円だったものが0円というのはちょっとこう、なんて言ってもいいのかよくわからない気持ちですけどね、1円にもなってないというね、どうなっているんだなっていう感じで、チャートを見てますけども、それから最後、月足です。これもですね、見ていくと1万円ぐらいあったわけですから、1万円ぐらいだったものがもう価値がないという感じですよね。ここまで下がるかというのは、ちょっと皆さんも本当に、想像できなかったんじゃないかな。まあ大体1円ぐらいとかでね止まるとか、100円ぐらいで止まるとか、まあそのもうちょっと前で止まるかなと思ってた方多いと思うんですけども、蓋を開けてみたらね、本当に 0.03 とかですから、なんか柴犬のこう寸字を見てるような感じに、ちょっとなんかこう錯覚を起こしてしまうわけですけども、まあ本当に、まあ、柴犬ちょっとねもうちょっと下がっちゃってますけどね、まあ、なんとなくそういうイメージ、勝手なイメージですけども、いやーまさかソラナじゃない、これテラですね。テラがこんな風になるとは誰も思わなかったんじゃないかなって、ちょっとね本当に、まあなんとも言えない気持ちですけど、正直ね、まあ、そうは言ってもいられないんで、ちょっと最後に日足で見て確認をしていきます。今ですね 0.03 ですね、下まで下げないと出てこないんですけども、この辺ですか、まだ下がもうちょっと下ですね。ここでここまで下がってますからね、いやこんなチャートあんまり見たことないですよね。まあ、どうしていく、まあ、皆さんの本当にさじ加減なので、これでもバイナンスでね、ちょっと今上場廃止ということになっているので、まあ、いずれはちょっとね、またもっと下がるのか、少し戻すのか、あの株式とかでもありますよね、上場廃止になる前にちょっとこう、マネーゲームみたいになるみたいな、まあ、そんな感じになるんでしょうね、きっとね。あんまりこう、どうしたらいいのかわからない方は、あんまり手を出さない方がいいですし、まあ、余裕資金があればね、ちょっとこう、飛び込むというのもなんか悪くないんじゃないかなっていうふうに思えたりもするわけですけども、まあ私はどうし、ちょっと考えましたね、でも実は。ただ多分買ってたらやられてたような感じがするんで、ちょっと良かったのかもしれませんね。多分もう少し手前に一回ね、ちょっとだけインしようと思ったタイミングがあったんですね。まあここまで来たら、まあ、なくなってもいいぐらい入れてみようかなというね、感じもあったんですけど、まあそれよりさらに下がったような気がするので、まあ実際やんなくて正解だったのかなとも、その時はやんなくて正解だったような感じはしますね。ただ、ここに来てどうするか。皆さん多分ね、この上がりを見ると、確かにいいなって思うかもしれませんが、まあ、ちょっとやっぱりわからないんでね、私はわかんないものはやっぱ投資しない方がいいんじゃないかなっていう主義なんで、今回も一応少し買っておくかっていうふうには思ったんですけども、実際行動には出なかったです。まあ、逆に正解だったように思いますけどね。まあ、ただもう一回ここまで下がる。丸くないなっていう、まあ、気持ちはありますね、正直ね。まあ、皆様がどう思うか。それから、今回ルナですね、こちら。
取引されてた方とかたくさんいると思うんです。ですので、ちょっともしよかったらコメントの方にね、ちょっと皆様のルナに対してこういうトレードをしたけどどうだったとか、爆撃取れたとか、ちょっとかなり大幅に負けてしまったとか、それぞれね違うと思うんですよ。2つに分かれちゃうと思うんで、皆さんよかったらこちらのテラですね、何か取引して、まあ、実際売り抜けていたとか、売り抜けていたというちょっと言葉は悪いですけども、まあ、実際にもうすでに利確してあって見てなかったとかね、いろんな方いられるんじゃないかなと思うんで、それから最近買ってやっちまいましたとかね、分かんないですけど、まあ、いろんな方がいると思うんですが、まあ、よかったらね構いませんので、ぜひコメント欄活用いただければと思います。で、まあ、連日チャート分析ねしてるんですけども、まあ、本当わからないというのが正直なところで、まあ、このままいくとおそらくもう少し戻したりとかねするかもしれないですけど、一気に下落しちゃうってこともあると思うんで、そうですね、まあ、0.1 ぐらいとかには戻る可能性はありますよね。全然もっとは戻るかもしれないです。まあ、もしか何かポジティブサプライズみたいなことが起これば急にね戻してくるっていうのはあると思いますし、まあ今はね悪くないですよね。確かに1万円だったわけですから。ただしそこはわからないというところがやっぱり一つなんで、私は投資しないです。やっぱり今はする予定はないですね。まあ見ておいて、まあ実際どうなるかですね。またこれが上場廃止が解かれますよとかね出るんであればいいのかなっていう気はするんですけども、まあでも上場廃止までにまだ時間もあるので、もしかしたらこのぐらいの金額で終わるのかもしれませんね。ちょっとその辺はまあ周りの判断にもよると思うんですけど、はい、ということで今回テラですね、しっかり見てきたんですけども、おそらくは 0.1 とかまで戻る可能性はなきにしもあらず、ただしこっからまた下がっていくということも全然ありますので、まあ、ご注意ください。とにかくこの上の画面見ていただくと注意薬期出てますよね。確かね、こう出てますね。これ確か注意薬期だと思うんで、皆さん本当に気をつけてもらって、普通これ出てないですからね。出てるやつは確かこう何か注意してくださいねみたいなことが確か書かれてたと思うんで、まあ、そこの出てるやつはね本当買うときとか、気をつけてもらいたいなと思うばかりです。はい、ということで今回ですねルナのチャート分析してみたんですけども、まあ、いずれは上場廃止になるというのは現実なんでね、そこはまあ踏まえてトレードを少しだけねやってみるのはいいかもしれないですね。逆に言うと本当にわずかな、例えば1万円ぐらいなものがですね、まあ、10万円とかになることはあるかもしれない。100万円だったら1000万とかになる可能性はあるんですけども、100万円がゼロになっちゃうかもしれないですよね。そこが腹をくくれれば何も言うことはないんですけども、やっぱりあの時やめておけばみたいなことになりかねないので、まあ、その辺は本当に自分のキャッシュの厚さですね、これによるんじゃないかなと思います。あんまり余裕がないんであればやっぱり他のに回して堅実に利益が取れるものをしっかりコツコツやっていく方が私はいいとは思うんですけどね。ですので、もしやるんであれば、もう少し早めに買っといた方が良かったかなと思いますね。90、例えば 9%。私が今日12時ぐらいだったように思いますね。チャート分析してみたんですが、先ほどちょっとお伝えしました。その時安かったので、買えば良かったんじゃない。今、もう結構戻しちゃってますからね。ちょっと、例えば 500% ぐらいに戻るとか、そういうことありますよね。まあ 300% とかね。ですので、ちょっとそういう風になる可能性の方が高いように思いますね。さすがにまあ上げてても、やっぱり押し目がどん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 こう出てきて、利確する人が出てきますので、おそらくはまあ上げ幅縮小してくるのかなというのが冷静な判断ではないかなと個人的には思ってますね。はい、ということで今回はルナのチャート分析です。最近ルナについてもちょっとねなんか気持ちが入ってくるような気がして、ちょっと連日お届けしてるんですけども、またルナですね、明日とかもちょっとやってみたいと思うんで、興味ある方ぜひご覧になってください。それからチャンネル登録ですね、まだの方ぜひこの機会にしていただきまして、見逃さないようにしていただければなと思っております。はい、ということで今回はルナのチャート分析、最後までご覧になっていただきありがとうございました。